Let's go! Come on! Let's go! サラクモチャンネル Collaboration with Akiruna Channel! ということで、もうそうなんですよ。今日はですね、Akiruna Channelさんのお家にちょっとお邪魔して、これからね、まるちゃんを今日は連れてきました。まるちゃん、あ、その前におむつ買えないと。確かにラウルいるよね。ラウル知り合い、よう呼び捨てかい。まだ会ってもやれ、動画で見てるだけでしょ。もう知り合い。ラウル今何やってんだろう。知らない、友達か。ということで、じゃあ行ってきます。行ってきます。ピカチュウ。あ、そうだよ、さあちゃん、ピカチュウなんで来てる。いや、だってほら、動物たちがいるじゃない。うん、緊張させてはいけないから、サラもピカチュウ、動物として行く。何言ってんの。ピカチュウって何の動物だと思う。え、こいつ何、わかんない。あー、レッツゴー。ズッツ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 ッ。ルナパルナパルナパパパ、アキルナチャンネル。ということで、お邪魔しました、アキルナさんの家にですね。いやー、本当にまさかの会えて嬉しいです。こちらこそ。もう親近感湧いて、そこで猿飼ってるから。ありがとうございます。いつかコラボしたいなと思ってたんで、本当に嬉しいです。しつけのやつ見てたんで。本当ですか。はい、で、それを見て、うちのまるちゃんはなんてダメなんですか。いや、もう猿は本当に上下見るんで、そこだけでやれば本当に楽しいと思います、パートナーとして。じゃあ今日はちょっといろんな動物も飼われてるってことで、見させてもらいながら勉強させてもらいたいと思いますので、はい、ということで、じゃあお邪魔していきたいと思います。はい、キルナッパー、レッツゴー。レッツゴー。レッツゴー。入れます、こっち。あ、いや、もう丸が大丈夫、早く、サンちゃん、行って。一回こっち座っちゃえばいいの。サルちゃん、大丈夫、マルちゃん、ピカチュウの中入ってる。やばいぞ、ね、うわ、ダメダメ。うわ、まるちゃん暴走してる。うわ、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 わかった、わかった、まるちゃん、わかった、わかった。あ、すごい、大きい、大きい。うわぁ。わし鷹ですね。鷹うわぁ、すごい。うわぁ、すごい、右を見ても左を見ても大切。すごい。もう猿の時はそうだね。うん、リードで自分のここまでしか行けないよっていうのと、はい、あと暴いてガーガーになったら、もうここ首根っこを掴んで押さえるみたいな、はい、気をつけは、気をつけ、本当だ、大人す、気をつけ、気をつけ、あれまだ教えたばっかなんですけどね、まだこれから教えてくるんですけど、こういう感じの時は多分フサオはこの子より頭良くなるんで、絶対に気をつけ、気をつけ。めっちゃ本当に笑って笑め、笑った。まず、こういう組み合わせですね。この足のここら辺に通してる感じですね。それはなんでそれ、そこに通してるんですか。首とか押さえやすいように、しつけとかしやすいように、首とかは、こういうのあると歯にすがると邪魔になるじゃないですか、はい、で、首とか押さえにくくなるんで、はい、こもう、リードはあえてこうやって持ってる、引っ張るだけで、しつけるときはもうこうやって持ったりとか、こうやって押さえたりとかして、言うことを聞かせるみたいな。入る、ちょっと甘えます。結構あれですね、久保優斗さんマジで噛まれてますね。多分すごい舐められてるから。舐められてるんですか。え、舐められてます。まあ、今日から僕はまるちゃんのしつけ上がりとして変わります。はい、ここへ宣言。うわー、すごい柔らかい。うわ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 。どうした、今の虫かな。本当だ、虫がかわいい。かわいい。連れて帰りたい。人に懐くんですか。人に懐くって、この子自体がビビるとボールみたいなんですよ。ボールみたいに丸々ですよ。かわいい。ボールパイソンって言うんですけど、かわいい。全然蛇の中で一番おとなしいです。へぇ、おぉすごい。うん、かわいい。え、なんかお腹の中が動いてる。もう、うわぁ。え、久保さんダメですか、ヘビ。はい、じゃあ久保さん、ちょっと一番凶暴な子いってみましょう。おぉぉ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 
通しやっぱりトカゲ頭いいんで、ヘビより人間の認識はちゃんとしてくれるんですけど、噛まれたらもうやばいっす。噛まれたらやばいっす。噛む？あ、今は大丈夫っす。お腹空いてる時とか間違えて噛んだりするぐらいで。間違えて噛むの。あ、いいぞ。歯からは近づかないように。お、すごっ。ええちょっとやだやだ。え、なんか爪痛いに気をつけてください。爪が痛い、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 地味に爪が痛い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 。爪が久保さん持ちますじゃん、ね、鍵穴に鍵みたいな。ちょっと大丈夫です。便から行ってみます。あ、袋はもうね、慣れたもんだもんね、私もね。袋カフェ行ったことあるから。じゃあ便から、あの、この子ライアンはちょっと触ったら面白いですよ。触ってみたら分かるです。で、触ってみてください、久保さん。後ろからですか、前から？あ、どこでもいいです。触ってみてください。手見てますけど。ね、それ見えてる。え、怒ってません？はい、怒ってません、これ。あ、怒んないです。こういうセクンダイです。触ってみてください。でも、震えてる。うわぁ、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 痛っ、痛ってきたよ。確かに、攻撃したやつです。こうやって噛まれたら痛いですよ。痛くないです、痛くないです。こう、例えば、こう。あ、噛んだ、めちゃめちゃ噛んだ。全然痛くないです。こう、タカちゃんもいる、タカちゃん。この子はヒナの頃が飼ってるんで、すごいベタなれなんですよ。へぇ、噛まないですか？噛まないです。この子は本当に噛まないです。で、この子餌があると手に飛んでくるんで、後でやりますか？やります？グローブもはめてもらって、はい、で、サラちゃんこれ持ってほしい。うわ、それ何ですか？これは、イスラのヒナです。おぉ、ちょっと待って、私そんな人生のことやる日が来ると思わない。じゃあ僕カメラ持ちます。でもさ、これはさ、すいません、弱肉強食って言ってさ、やっぱでもこれは必要なことだよね、人間が魚を食べるよ、ね、でもちょっとそれは私にはできないよ、やっぱりだってこれってずっと好きだ。え、どこを持つんですか？もうこの人たちにはしたくない。だけどこれは手で押さえてくれれば、こう、ああ。で、あと、あ、こうやってここで、これ、いなんか、これさえクリアできれば誰でも買えるんですけど、まあ、ピーナッツみたいに食べますよ。食べますよ。餌代とかすごそうですね。餌月20万ぐらい。え、20万もかかるんですか？20万。餌はそんなに高いんですか？一番犬がお金かかります。犬は馬肉をあげてるんですよ、トッピングで。馬肉と牛脂、国産牛の牛脂をあげてて。ちなみに掃除ってどれくらいのペースでしてます？掃除1日1回です。で、これに関してはもう3日ぐらい放置しちゃ、3日以上放置しちゃってますけど、はい。じゃあ、基本的にこう床とか定期にも掃除しないと。感想は？いや、まず圧巻、圧倒された。だってサラよりでかい犬が襲ってくるっていうか、サラをさ、サラに近づいてくるの、それはマルちゃん超ビビって、もうサラの頭の中がもう島状態。だってサラ一人でここ来たいもん、今度普通に。なんか単純に動物好きだからさ、会いに行きたかっただけど、マルちゃんがもうキーキー言ってサラのとこ登ってくるから、もう本当にもう泣きたいもん、今大泣きしたい。よかった。マルちゃん今年一暴れてた、うん、で今サラ育児の色で